소리제약 카운트 하시면서 꼬여봐요. 0, 3, 2, 1, GO! 全くわからない。どうかに追いつけって言われたけど、そんなのいいじゃん。表一戦のやり方って、なんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。表一戦のおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね、この頃。そうか、変わりましたね。なんというか、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことなんだ。俺はな、神社バトルのことだ。ケースと藤原に相手の対応なんて言ってしまう。藤原が短期間にめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだし、すべてを予定通りに感じる。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまう。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うわっ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な状況。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利を変え、相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかった。この雨がクソもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりで、最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってそんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト G のダウンフレーズがついていけないのか。ついつい引き上がって、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやる。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためには
どうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今、アザミの通過したってさ、40〜50メートルの遅くらしいぜ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれるぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。分かる。2000のボディ全体が伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。燃えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。すげえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分がこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水とみりの煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の決勝、暴動塾の第2ラウンドというブラインドアタックのスペースなど、目から入ってくる情報が不足していると頭の中に浮かべるイメージでそれを補う。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのパワーと限界スピードを瞬時に見極め、目印のないボールのクルーになります。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。いっけバカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が何だか分かんないけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ、通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さん。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前に出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。時間ない、考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺、消えた。次の医学力バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。線が消えたら、ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承灯を消し闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてきて、文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこよりこっちの方が俺には合ってた。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。さっきの相手が見えないのはあっちも同じだ。